チョドラマチャンネル。みなさんこんにちは、チョモランマです。今日はね、月1回のチョモランマのシャンプーに行きたいと思ってます。最初はね、家でやってたんですけど、体が大きくなって家でするにはシンクが小さいのと、あとドライヤーなかなか乾かないので、今専門のシャンプーするところに行ってます。大きなシンクがあったりね、ドライヤーもトリミングのところにあるような大きなドライヤーがあるので、それを使って乾かしてます。大阪の八尾にあるグッドランドリープレイスっていうところに月1回行ってますので、今日はその紹介もしたいと思います。シャンプーの他に大きな洗濯機があったりとか、あとカフェがあったりドッグランがあったりとかするんで、それも紹介していきたいと思います。それでは行ってきます。着きました。グッドランドリープレイス八尾です。到着しました。ここがね、犬のベッドとかおもちゃとかも洗濯していいような洗濯機で、めちゃめちゃいいんですよ。いつも標準の1回900円、入れまくり。さあ、生きてるから汚い。30分です。いってらっしゃい。この間にセルフウォッシュ、トムちゃんを洗います。これは完全予約制みたいな。30分700円。大きいシンクがあってね、いいんですよ。お湯いいお湯加減になったので濡らしていきます。これがね、また別で写真貼っときますけど、すごい優秀で、シャンプーを入れて水を入れて、ここをもっと泡となって出てくるので、めちゃめちゃいいです。 OKOKOK、めっちゃいい。全飼い主さんに買ってほしい商品。そう、すごいよ、こうやってうわーって、めっちゃ楽やねん。ちょっと僕にも飛び散っとるよ。すごい、めっちゃいい。もうちょっと優しく。おすすめ。これ買ってよかったね。これはすごい優秀。優秀です。トリートメント中です。暖房もあるからね、部屋がぬくくて安心よ。マッサージするのと。今度ね、関西のキャバ嬢が集まるオフ会があるみたいだからね、4月に参加予定なんや。楽しみやね。晴れたらいいけどね。ほんまやね、4月やから大丈夫ちゃうかな。楽しみやね。楽しみ。会ったことないからね、キャバ嬢に今まで、チョモちゃん以外ね。チョモちゃんに大きい子いるかな。なかなかおらん気がする。だいぶでかい。乾燥も終わりました。いい感じ。すごい、めっちゃ綺麗。汚れたチョモちゃんのハウスもピッカピカ。チョモちゃんもボフボフ。噛み尽くしたふわもちクッションもふわふわに。乾燥機は8分100円で、だいたいいつも24分、300円で乾燥しとる。完成です。チョモちゃん終わりました。ふわふわです。
カフェもついてるからね、コーヒーとデザートと食べて今日は帰ろうと思います。